終わった。はぐろう剣も折れちゃった。最高傑作だったんだけどな。本当、見事だったよ。何一つ気が抜けなかった。すいません、ハグ選手の担当医師です。入りますよ。大丈夫。ちゃんと立てる。私の指は何本に見える。目は。私はいいよ。シェーンちゃんを治療してあげて。あっちが重症だから。でもあなたの内部がもう。いいの。私は大丈夫だから。一人にさせて。人の思いを乗り越えた上で戦う。その責任感について考えたいの。あの子、優しいからきっと強い罪悪感を感じてるんだ。目に見えて強くなるのは簡単だよ。頑張ればいいから。でも内面はそう簡単に強くなれない。ハグちゃん、あなたは内面がまだ弱い。だから無慈悲になりきれない。こういう時にこそ、支えてくれる人がそばにいてあげたら。初めて自分より強い人に勝てたのに。なんでこんなに虚しいんだろう。強くなればよかったんじゃないの。無慈悲に戦い抜けばよかったんじゃないの。ハグー。おめでとう。なんでミエルの治療を断ったの。早く治療しないと。パト君、教えて。どうして勝ったのにこんなに心が苦しいの。どうして念願の夢が叶って、自分の努力が実ったのに、なんでこんなに虚しいの。ハグ。私、目の前であれだけの強い思いを目の当たりにして考えちゃった。私は負けるべきだったんじゃないかって。そんなことないよ。だってハグだって一人で能力の勉強だって、修行だって毎日夜遅くまで頑張ってたじゃないか。でも、私、シェーンちゃんの夢を、目標を、壊しちゃったんだよ。次の月下ちゃんだってそうだよ。きっと月下ちゃんに勝ったら私が月下ちゃんの夢を壊すことになるかもしれない。私にそんな責任は持てないよ。私は自分のために人の夢を壊せないよ。ハグ。それならハグの夢はどうするの？ハグだって夢があって、目標があって、そのためにずっと頑張ってきたのに。もし、自分の夢が小さいって思い込んでいるならそれは間違ってる。俺はハグの目標を知ってる。みんなを守れるようになりたい。だからみんなから微塵も心配されないくらいに頼りになる存在になりたい。立派だと思うよ。それに厳しい道だと思う。俺は知ってる。それは優しいハグには一番向かない夢だったってこと。俺は知ってる。だからハグはせめて戦いの時だけは無慈悲でいようって心を鬼にして自分を律してたことも。だから俺たちは誰もそんなハグを咎めたり、責めたりしなかった。ハグがハグなりに頑張ってるからみんな見守ってたんだ。だからハグは今まで頑張ってきた自分を褒めたらいいんだよ。相手の思いより自分の思いが強かったんだって、自分を誇ればいいんだよ。月下だってそれくらいの覚悟はある。だからハグは月下との試合は全力で挑めばいいんだ。うん。頑張ったな。ハグ。偉かったよ。さすがにヒヤヒヤしたわね。そうですね。まさかあそこまでシェーンさんが強いとは思っていませんでした。でもあの試合はそもそもハグにとって分が悪い勝負だった。いつ即死してもおかしくなかったですし、半物質のせいで、ハグの調子がいつもの3、4割程度しか出せていなかったのも辛いところでした。そうね、半物質は強力だった。それに加え、体術はハグよりも上。私だったら折れてたかもね。でも私はハグは折れないって思っていました。ハグはすっごくひたむきに頑張る子ですから。私だってそうよ、ハグだから信頼して見ていられる。一番そばであの子の努力を見てきたんだから疑いもしないわ。明後日は月下ちゃんとハグがぶつかる。月下ちゃんの思いが勝つか、ハグの思いが勝つか、見させてもらいます。負けちゃった。最後の最後油断しなかったら、あのまま勝てたかもしれなかったのに。はは、やっぱり私はまだまだだなぁ。メガネももうストックないから当分は包帯生活か。負けたんだ。おい、入るぞ。白鵬。傷は治ったんだな。うん、相手の専属医師が治してくれたおかげで後遺症もないどころか、試合前よりすごく体調が良くなった感じだよ。そうか、相手はすごく優秀な人材が揃っているんだな。大したものだ。それで白鵬はここに何しに来たのかな。お前の様子を見に来た、それだけだ。そっか、でも試合中、わざわざ司会のマイクを取ってまで私の応援をしてくれたんだよね。元気ならいい、俺は戻るぞ。待って、白鵬、なんで私の応援してくれたの。だって、白鵬は私のこと嫌いで、迷惑だと思ってるはずじゃないの。ああ、嫌いだ、大嫌いだ。うん。親の気持ちも考えずに危険なことばかり。お前にわかるか、大事な娘がボロボロに傷つく姿を見て喜ぶ親がどこにいる。親は娘には危険とは無縁な場所で幸せに過ごしてもらいたいって思うんだよ。
だから本来はお前だってことかと同じように平和な地で普通に学校に通って、普通の生活を送ってもらいたかった。だから大っ嫌いなんだ、俺の大事な娘を傷つける娘がな。だって、私は、白鵬の役に立ちたくて、だから一生懸命仕事も覚えて、少しでも白鵬楽になるようにって頑張って。知っている、ずっとそばで見守ってきたんだ、知らないはずがないだろう。だから余計に腹が立つんだ、そうやって俺の支えになっているという事実を突きつけられたからな。白鵬。何勝手なことを言ってるの、すぐにシェーン副隊長には罰が必要に決まっている。黙れるよ、謹慎も罰も俺がそばで見届ける。てめえらなんかの舞台に俺の娘を預けれるか。いいのか、お前らしくないぞ、白鵬。黙れ、東野、シェーンは第一部隊副隊長に移動させる。俺がそばであいつの成長を見届ける。もう誰も失わせてたまるかよ。シェーン、包帯を外す。目を閉じろ。え、はい。なんか、久しぶりだね。白鵬に包帯変えてもらうの。お前ずっとサングラスつけてただろうが。確かにね、でも私が精神病になった時前に使えてくれたじゃん。当然だ、俺の娘だからな。もう二度と同じことさせるな。目を開けろ。うん。はっきり見える、いろんな色が。今日は何の日か覚えてないだろ。今日、なんか記念になることあったかな。白鵬と出会った日とか用事が決まった日とか全然違うし。忘れたか、一年前はお前が書類を間違えて相手から指摘された日だ。はぁ、二年前は大会で一回戦勝って俺のところにドヤ顔しながら話しかけてきた。三年前はアランに勝ってすごく喜んでたな。俺も喜んだことを覚えている。四年前は防衛軍の勉強してたんだったな。五年前は食材を間違えて、六年前はリハビリを一緒にやった。待って、全部覚えてるの。だからそのメガネはあれだ。6年前、病室で約束したサプライズだ。お前にこの背景を見せてやりたかった。だが技術的に不可能だった。おかげで6年だ。待たせすぎたな、サプライズ。白鵬。俺がお前や子とかを愛してないなんてありえない。世界中の誰よりもお前たちを愛し、誰よりもお前たちの幸せを願っている。それを忘れんな。これからも俺のそばにいるならな。なんで、こっち向いて言ってくれないの。言えるか、恥ずかしい。だが、お前や子とかに辛い思いをさせているのは本当に申し訳ない。不器用な親で悪いな。本当だよ。不器用な。お父さんなんだから。不愛想で不器用なお父さんのそばに私みたいな奴がいないとみんなが怖がっちゃうからね。死ぬまでずっとそばにいるよ。それが私の幸せだもん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。